にちは。こんにちは。いよいよあさってからこれを解体して新しいゴルフスタジオが建ちます、はい、ゴルフスタジオ兼1階は山メンバー憩いの場ということで、うん、プラスあっちが広くなるからバイクいじりの場にもある。なるほど、はい、ちょうどここ2人が麻雀とか千景、うん、憩いの場にはこっけ、うん、ある意味では2人はあそこが憩いの場になって、うん、俺らはこっちが憩いの場になると。なるほど。工具買いあさるかバイク屋さんみたいにしたいね。綺麗にね。こんぐらいのボックスに入るくらいしか持ってないのでどっかの工具屋さん待ってます。それが一番いいね。工具屋さん連絡ください。で今回建てる建物は普通の家よりはるかに大きいらしい、うん、2倍以降なんだけど2倍ぐらい70坪70坪ぐらいの1、2階らしくて、今回はここの中身をきれいに出そうと。一回あの釣り具は全部移動したけど、はい、あのゴルフ関連のものがいっぱいあるんで、うん、それを移動します、はい、じゃあ、はい、ここゴルフ小屋を自分たちで作った時に、はい、ここをあの止めてました、うん、シャッター開きません、はい、もう開かないように壁にしようということで、うん、なのでこれをまず取り外して水が入らんことしとったけど、ね、そうそうそう、台風の時水が入ってきよったけど、ね、あじゃああの残りのあっちの今ね一回綺麗にしたけどアウトドアグッズをそこに入れてるけん、うん、軽トラに移動してもらおうかな、うん、お願いします。あ分厚いところと薄いところがある。あここら辺めっちゃ薄い。はいはいはい。椅子椅子があるぞ。あ内側ここもねほぼ毎晩毎晩ちょっとね半年忙しくなってね、うん、全然使えてなくて、まあそれも週1や月1とか使いよったけど、うん、それまでは稲葉さん翔ちゃんとか、うん、小玉さんもたまに憩いの場憩いの場でここで毎晩毎晩練習しよった、うん、スクリーンがだいたい5年もつって言われよったんだけ、うん、半年でやったけ確かに変えましたね。それ1日8時間ぐらい打ち続けたりこう1週間続けたり5年もつと言われるスクリーンを半年でぶっ壊したぶっ壊したあ、いいねいいねいいねいけたー。あ、あ、開くからそっちがね手張りついてったあー、ダメだここやお、あ、いったいったいったパキって言ったせーのおーよしよしいくよせーのあ、開いたー。オッケー1年、2年ぶりに開いたゴルフ練習場になってからは開いてないってことですね、うん、そうそう、1年半、2年ぐらいかな、うん、じゃあとりあえず出すか。じゃあ今からあの、うん、プレスホームさんっていうところに改築頼むんだけど、うん、そこの倉庫に道具を置かせてもらいに行きます。なるほど。はい。だけ、宗くんと徳ちゃん行ってもらってもいい？はい。プレスホームさんにお気に入ってもらいます、うん、はい、お願いします。ソファーとかも後で、ね、後で持ってきたい。軽トラ2台分ちょっとぐらいぐらいだかな。はい、倉庫の中身全部移動し終わりました。とりあえず出し終わったけ、はい、あの次は解体の時にちょっと動画撮らせてもらおう。はい、あれだけは持っとこう。新しいガレージになってあれだけはやっぱりあれのとこせっかく作ったけどね、うん、はい、業者さんが来た時にすいません、あれ下ろしてくださいって言って。あ、そうだね、下ろしてもらおう。今日から解体工事が始まったので、はい、トラックが続々と続々入ってきてます。今日はなんか内装とかだけ、うん、そんな派手な工事はせんけど、うん、あの鶴岡ガレージっていうやつはね、取ってくれるって、はい、あれですね。あの今もいろんなとこを借りて止めさせてもらって、はい、隣の家とかも3台ぐらい止まってもらって、はい、今日から開始です、はい、さあどんどん解体が進んでおります。もう奥の壁がなくなってる。ついにユンボが入ってきました。もう中はすっからかんみたいですね。取り壊されていってます。全面ガレージかしいですすげえ。こうやって見ると綺麗にしてたのですね。結構綺麗な倉庫じゃない？うん、屋根くっつくやっぱ塗装とかもしたけんさ、そうですね、こうやって見ると中身綺麗よね、うん、わあ。
うわあ。うわすごい。半分以上なくなってる。すげえ。早いっすね。早いね。やっぱ壊すのは早いね。うわーすげえ。もうあと端っこだけや。すげえ。だみたいね。はい。進んだというか俺見たというかもうなくなっちゃった。おい。なくなっちゃった。すごい。すごいね。はい。1日ですね。すっげえ。大見たらめっちゃ広いね、ここ。広い。せっかく広くなったけど、なんか一回、たぶんそのまま工事がすぐ入るの。おしゃれ、もうすぐ入る。え？右は壁ギリギリで、でその家の真横ぐらいまで来るんじゃないかな。このコンクリートどっから出てきたんだろう。あ、ここの中か。あ、もうコンクリートを壊し始めてんだ。稲葉さんの城ができてきてますよ。ワクワクしてますもんね。たまらんすもんね。稲葉さんの城が、稲葉さんが立ってるところからあのここら辺っすね。今の家よりでかいらしい。10メーターぐらいでしょ。13歩ぐらいですね。ん？13歩。ほら。10メーターぐらいでしょ。楽しみっすね。いろいろ動きをするもんね、稲葉さんも一生懸命。楽しみっすね。皆さんおはようございます。隣の倉庫、はい、ついに全て壊し終わって、はいはい、地鎮祭というものを行います。はい、なんか今から建てるから神様静かにしといてねってやつじゃないかな。多分俺もあんまり分かってないけど、なんか近くの神社の方に来てもらってします。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。なんかすごい見たことあるな、ああいうの。よく道からね、よく見るね。うん、ありがとうございます。僕もなんかするんですか。あ、ちょっとしてもらわないか。発声練習しとかんと。お願いします。お二人お願いしたいんです、ね、よし、胸くん。やった、二人よかった。あら、あ、すごい。おお、わあ、おめでとうございます。ありがとうございます。どうぞ座りたい。階段にまずご一礼いただいて、砂の前に下の筒を握っていただいて、さをかむまねをしてください。3回ですね。えいえいえいと元気よく。元気よく。一番恥ずかしいやつが。で、3回目のえいでこれを抜いていただく。勝った形筒ごと引き抜いていただいて、抜いてもらって、抜いた筒はもう床に置いてもらって。今、これまでです。えいえいえい。3回目の A で筒を掘っていただいて、少し掘ってもらって、はい、A が栄える栄えるっていう意味なんですけど、これ、高らかにお願いします。俺らずっと言ってたから栄えってたのかな。えい、そういうことか。ご起立ください。ご一礼ください。どうぞお座りください。ご提灯ください。閉幕の賢きザナギの神、
ジジイの儀、ハリソメの儀。祭壇の位置で山の方に向かいまして、草を持っていただいて3回臨時でお願いします。えい、えい、えい、はい、もう一度祭壇に向かって、どうぞお座りください。以上をもちまして、自鎮祭を納めをさせていただきます。じゃあこの後もう一つまだありまして、はい、直らへの代わりにですね、あのみんなで献杯でお酒、お肉をいただきますんで、はい、そのまま立っていただいて。あの大丈夫な方は飲まれてもいいですけれども、もし飲みきれない分ありましたら、そちらのお砂の上にかけてください。どうぞよろしくお願いいたします。地震祭おめでとうございます。おめでとうございます。くぅ、片くんは一気した、はい、小玉さんも飲み干してお代わりもありますありがとうございますありがとうございました。ありがとうございました。無事、まあね、うん、終わりました。はい、エイエイ2人組で俺ら冗談でエイエイエイって言ってたのに、うん、栄える栄える栄えるって言ったから栄えたよね。またじゃ あ, あのも今後もっと栄えるために、うん、動画の冒頭はエイエイエイって言って、あれ何やってんのって言ったら栄える栄える栄えるって言ってんだよって、ね、いい理由付けができたすねものすげえ後付けだよね。7年越しぐらいだそうね、7年越しぐらいということで、はい、今日からここどんどん建物が建っていくので、はい、すごいですね。まあ、稲葉さんの城のゴルフスタジオメインで、うん、1階は向こうにあるのをどんどんこっちに持ってきて、うん、向こうに徳ちゃん、小玉さん、キムあたりの趣味のバイク改造部屋ができてみたいな、うん、夢は広がるばっかりですね。まあ、また報告します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今までもう買えなくなってたグッズ復刻版で出すことになりました。これはもう5年ぐらい前、これは前回のこれが一番好評だった、でこれもめっちゃ好評だった、でもう買えなかったんですけど、また復刻版で買えるようになってるんで、はい、ぜひ下のリンクから買ってください。これは売り物じゃありません。はい、さようなら。ありがとうございます。